未来の僕らは知ってるよ。未来の僕らは知ってるよは、アクアのシングル。2017年10月25日に、ランティスから発売された。通称は、ミラ僕。この曲の衣装が描かれたラッピングバス前作、SUMMER VACATIONから約3ヶ月ぶりとなるシングル。表題曲、未来の僕らは知ってるよは、テレビアニメ、ラブライブ、サンシャイン。第2期のオープニングテーマ。センターは、高見知佳が担当。カップリング曲、君の瞳をめぐる冒険は、2018年3月から6月まで、淡島マリンパークで開催されていたリアル脱出ゲーム、孤島の水族館からの脱出から消えた、宝物を取り戻せのイメージソングに起用された。センターは桜内梨子が担当。CD には初回生産特典として TV アニメ2期アクアオープニングメンバーカードがランダムで一種封入される。また、発売記念キャンペーンとして対象店舗で予約、購入すると、ラブライブ、サンシャイン、アクア課外活動未来の僕らは知ってるよ、フェイス2フェイスの応募券などがもらえるキャンペーンが実施される。キャッチコピーは、私たち、輝きたい。2019年12月4日に生出演した地上波生放送の音楽番組、2019 FNS 歌謡祭第1夜ではこの曲を披露した。2017年10月24日付のデイリーランキングでは 2.4 万枚を売り上げ3位にランクイン。翌日の2017年10月25日付では 1.5 万枚を売り上げ2位にランクアップしている。11月6日付のオリコン週間ランキングでは 6.3 万枚を売り上げ3位にランクイン。HAPPY PARTY TRAINの 5.5 万枚を上回り、自身の最高初動枚数記録を更新した。また、アニメ週間チャートにおいては11作連続となる1位を獲得した。発売12週目の2018年1月22日付で、累計売上が 8.14 万枚に達し、デビューからずっと売上トップの座を守り続けていた、君の心は輝いてるかい？を抜き、当時のサンシャインで最も売れた CD となった。2018年8月現在は、Thank you, FRIENDS! にその座を譲っている。ビルボードにおいてもホットアニメーションにおいて3作ぶりの1位を獲得。前週まで、チャート史上最長記録となる11週にわたって、獲得し続けていた、DAOKOの打ち上げ花火の連続1位を、初めて止めた作品となった。10月25日の iTunes ランキングでは、アクアにとって初の最高位1位を獲得。ラブライブの楽曲が iTunes トップソング1位になるのはエンジェリック・エンジェル以来2年ぶりの快挙となった。未来の僕らは知ってるよ君の瞳をめぐる冒険未来の僕らは知ってるよ君の瞳をめぐる冒険。ありがとうございます。